もしあなたの今いる建物が知らず知らずのうちに崩れていったら。1995年6月29日、舞台は韓国ソウルの副都市特別市ソチョク。その一等地に立つのはサンプンデパート。大理石の外観、ガラスドームや石庭が設けられた高級感あふれる内装で、カンナムの富裕層からも人気のショッピング施設。開業から5年が経過したこの頃も業界ナンバーワンの売り上げを誇っていました。ただそうやって多くの利用客に好評を得ていたサンプンデパートも、この日は少し様子が違ったんです。まったく、こんな暑い日に空調が故障だなんて、高級デパートが聞いて呆れるわね。この日サンプンデパートでは空調が止まっており、室温は30度にも達していました。高級デパートにあるまじきその状況に、利用客は揃って文句を言っていたんです。しかし実のところ、サンプンデパートの空調は故障などをしていませんでした。それでもこのデパートの空調が止まっていたのは、空調を動かすと倒壊寸前だとバレてしまうから。倒壊寸前の状態で営業されていた韓国の高級デパート。防げたはずの人災とも呼べるこのデパートの末路とは。あなたは果たしてビルビルほころびが現れる恐怖に耐えられますか？おそす。家中どこに行ってもルナがめっちゃついてくるよ。ケンちゃんです。私の好きな秋の味覚第1位はドゥルルルルルル、クリ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 ご飯、ユミカです。素晴らしいテンションなんですけども、テンション低いじゃん。はい。誰かについていきたいなと思ったことあります？誰かについていきたい、はい、ストーカーじゃないそれも。ずっとついてくるから。ルナトイレとか行ってもさ、ついてくる。猫ってお風呂とかついてくるわよね。お風呂もついてくる。飼い主を視界に入れておきたいの。離れててもどっかから見てんのよ、ね、全然見られないけど、もう口の中に入れたいなと思って本日ご紹介するのは、韓国のナンバーワンデパートで起こったビル倒壊事故について。業界ナンバーワンのこのデパートで起こった事故はですね、被害の大きさも甚大なんですけれども、うん、事故ってより人災って言えるもんなんじゃないのかっていう話題になってたんです。人災、テロとかそういうことではない。何か凶悪犯罪者が出てくるとかそういう話ではないんです、うん、そして実はこのデパート自体、問題が大ありの建物だったんです。高級デパートの秘密。1995年6月28日、韓国ソウルの富裕層が集まる繁華街ソチョク中心部であるサンプンデパートは、そんな街の象徴とも呼べる存在。当時韓国では入手困難だった海外のハイブランドを数多く誘致し、開業から5年足らずで業界ナンバーワンの売り上げを誇っているデパートでした。高級繁華街の中でもひときわ目立つ、全長180メートルのピンクの大理石で覆われた外観と、ゴージャスなインテリアで彩られた内装。一歩店内へ入ればホール全体が大きな吹き抜けになっており、開放感にあふれ空間が待っています。そして実はこの吹き抜けの空間こそが、サンプンデパートの最大の特徴でした。店内に広大なスペースを確保するため、サンプンデパートでは当時はまだ一般的ではなかったフラットスラブ構造を採用していたんです。ゴージャスなインテリアとか吹き抜けとか、まさに高級デパートって感じのところだしさ、建築もこだわってるみたいだけど、何が問題があったの？まあ、こだわったからこそとも言える問題なんです。特にね、このフラットスラブ構造については後に肝になってくるところなので、本日のメトラーキーワード、フラットスラブ構造について。フラットスラブ構造とは、柱と柱をつなぐ梁を設けずに作られる建物の構造。梁を取り払うことで天井が高い開放的な空間作りが可能となるんです。一方でフラットスラブ構造では、床や天井を一点で支えるため、強い衝撃が加わると柱が床や天井を突き抜けてしまう危険性が伴うんです。パンチング破壊と呼ばれるこの現象を避けるため、柱を太くする、床や天井を分厚くするなど綿密な設計が必要となります。そしてサンプンデパートがオープンして5年半が過ぎたこの日の深夜、営業を終えたデパートを巡回していた警備員、彼はここでフラットスラブ構造の弊害とも呼べる建物のほころびを発見してしまうんです。なんだこれは。5階レストランで警備員が見つけたのは、直径1メートルの巨大な穴。コンクリートの床が陥没してできたその穴は、深さ20センチにも及ぶものでした。直径1メートルの穴が開いてるって、もうただごとじゃないわ。大丈夫なの？全然大丈夫じゃない。実はその翌日以降、デパートではレストランだけではなく、あらゆる場所で異変が起こり始めるんです。違和感だらけの営業。レストランの床に巨大な穴が発見された翌日の1995年6月29日、いらっしゃいませ。午前10時半、上品な制服に身を包んだ従業員が扉を開き、デパートへ買い物客を招き入れました。にこやかに談笑を交わしながら、思い思いに売り場へと向かっていく買い物客たち。そう、サンプンデパートはこの日も通常通り営業を開始。当然レストランの床に開いた穴の件は経営陣に報告されていましたが、なぜか大きな問題とは見なされなかったんです。そしてそれは開店から1時間ほどが経った頃、
今シーズンの限定ティーセットでございます。どうぞ手に取ってご覧ください。食器売り場の従業員はそうやって買い物客に商品説明をしていました。そんな最中、あらやだ地震。小刻みに揺れ始めた売り場の食器類、従業員と買い物客は驚いたように顔を見合わせます。しかしその揺れは短時間で止まり、話題はすぐにティーセットの美しさへと戻っていきました。一方同じ頃、ねえちょっと暑すぎない？冷房が弱いんじゃないの？また別の売り場では、額にびっしょりと汗を浮かべた買い物客が従業員に文句を言っていました。この日外の気温は30度を超えていましたが、デパートの室温はそれを上回っていたんです。申し訳ございません、本日は空調設備が故障しておりまして修理業者を待っているところなんです。従業員は頭を下げ、上司から命じられた通りの説明をしました。売り場が揺れてるってもうただごとじゃないじゃない、怖すぎる。空調が止まってることとなんか関係あるのかしらね。そうかもしれないんですけど、そもそも売り場にまで影響が出てるとすれば、最初に話したレストラン一体どうなってんですか、やばいんじゃない。昼の12時を回ろうという頃、5階レストラン前で首をかしげていたのはこのレストランの常連客の男性。今までこんなことはなかったのにな。男性客の視線の先には本日営業中止の張り紙が。彼はデパートの向かいのビルで働いており、このレストランで食事をした後にデパート内のスポーツジムで汗を流すのを日課にしていました。そうやって足しげく通っている男性でもレストラン街全体の休業は初めて目にする光景だったんです。仕方がないな、今日は帰ろうか。そう言って男性がその場を立ち去ろうとした時、デパート全体に響き始めたしなるような不気味な音、食器売り場での不自然な揺れや止まりっぱなしの空調なども合わせて、この日の3分デパートは明らかに普通ではありませんでした。一体このデパートで何が起こっているのか、その原因を知るにはデパートがまだ建設中だった当時まで遡る必要があるんです。3分デパートの建設が進められていた1988年、当時、ああ君、この基礎工事が終わったらこの建物はデパート用にしてくれ、よろしく頼むよ。ビルの施工担当に向かってそう告げたのは3分グループのイ・ジュン会長。何でもないことのように方針転換を口にするイ会長でしたが、実は施工担当者にとってその発言は到底受け入れられないものでした。この建物はフラットスラブ構造で梁がほとんどないんですよ。デパートは重量のある設備がたくさん必要ですし、変更は絶対に無理です。そう、実のところ3分デパートの建物は当初オフィスビルとして設計されており、そもそもデパートの用途には向かない作りだったんです。しかしどうしてもデパートへの方針変更をしたいイ会長は施工担当の話を聞き入れようとはしません。できないならお前たちとの契約は全て白紙だ。こうしてイ会長はこの建設業者との契約を破棄、自社グループの3分建設に契約を移し、デパート建設を続行させるんです。この繁華街にオフィスビルなんて建ててどうするんだ。デパートなら確実に客が来るじゃないか。いやいや、客を呼ぶとかいう以前の話だしさ、施工担当の話無視して素人の独断で決定してたらそりゃトラブルも起こるわよ。ここまででもこの会長やべえなと思うんですけど、イ会長の暴走ね、こんなもんじゃないんです。建物の用途をオフィスビルからデパートへ変更したイ会長は、この後さらに建物を4階建てから5階建てに増築、またデパートの雰囲気に合うことと多額の利益を生むことを目論み、ローラースケート場になる予定だった5階をレストラン街に変更。このレストラン街に韓国特有の床暖房オンドルの導入を決定したことが、建物の欠陥構造にさらに拍車をかける結果となりました。そう、オンドルの設置のため5階部分の床には約3000トンのコンクリートが追加されたんです。オンドルには床にお湯を張り巡らせるための配管や床そのものの厚みが必要。イ会長の希望通りのレストラン街を実現するためにはこの増築が必要不可欠でした。このほか厨房で用いる大量の機材、レンガの壁や石庭など内装にもこだわった結果、5階の床には当初の予定をはるかに超える負荷がかかることに。当然ここまでの増築は全て明らかな違法建築。イ会長は建築許可を出す省庁に賄賂を送り、これらの危険な変更を無理やり推し進めたんです。このように3分デパートは華やかなその見た目とは裏腹に、ありえない違法建築を繰り返した欠陥だらけの建物でした。食器売り場の不自然な揺れ、建物のしなるような音などは全てこの欠陥構造の産物だったんです。デパートの至るところで現れ出した異変に、バックヤードでは従業員が事態の深刻さを必死に訴えていました。支配人、どうにかしてください。ひびが昨日よりさらに大きくなっています。しかし大したことはない、閉店後に補修すればいいだろう。現場をろくに見ようともしない経営陣はこの後に及んでまだ事態を楽観視していたんです。現場にいる従業員が異常だって言ってんだから見にも行こうとしないでさ、経営陣だからこそ見に行きなさいよって思うわよ。5年半も大きな問題がなく経営できちゃったことで、穴とかひびとかそういったものが過小評価されてしまう体制になってたんです、そして運命の時は刻一刻と迫っていたんです。無視されたシグナル、
メトラの皆さんは常連の男性客が5階のレストラン街を訪れた際に全店営業中止になっていたことを覚えているでしょうか。それは実のところ開店直後のレストランの店内で他の売り場の日ではないぐらいの騒ぎが勃発した結果でした。うわあ、お客様どうかされましたか。客の悲鳴を聞きつけテーブルへ駆けつけたレストランの従業員、するとその席は大きく傾いており並べられていた料理も床へ落下してしまっています。そして従業員が慌ててテーブルの下を確認すると、なんだよこれ。レストランの床は大きく隆起しテーブルを押し上げていたんです。さらに厨房内でも床が傾き始め、食器や調理器具が次々に落下。天井からは水漏れが発生し、そこら中水浸しで収拾のつかない状態となっていきます。こうしてレストランは営業中止に。店の前へ訪れた常連客の男性が諦めて帰っていったあの時、店内ではすでに大惨事が広がっていたんです。またこの日は開店直後からデパートの空調が動いていませんでした。実はこれは空調設備を作動させると、振動で建物のひびが広がってしまうためだったんです。空調動かしただけでひび広がるってもう営業しちゃダメでしょ、うん、絶対ダメ。でもね、経営陣はデパートがこんなギリギリの状態だって分かってても営業止めなかったんですよ。午後3時、一刻を争う事態に陥った3分デパートにようやく管理会社の社員が駆けつけました。そして管理会社社員が建物の状態を調査した後、すぐに緊急会議が開かれます。壁のひびや床の陥没、隆起などが多数発見され、とても補修だけでは済まない段階です。直ちに営業をやめないと甚大な人的被害が懸念されます。しかし営業を止める、そんなことをしてどれだけの損失が出ると思ってるんだ。売上を君が補填してくれるとでも言うのか。調査の結果を聞いてもまだその日の利益のことを考えているイ会長、固くならその態度に管理会社の社員も何も言えなくなってしまうんです。さらにイ会長は続けます。閉店時間まであと少し、しっかり利益を取るんだ。営業しながら補修を続ければ問題ないだろう。人の命最優先よ。もう利益がどうのこうのとか言ってる場合じゃないのに何考えてんのよ。本当に命があってこその商売だと思うんですけれども、結局利益を優先してしまったんですよ会長は。そしてこの後3分デパートの中にいた従業員や買い物客たちは想像を絶する恐怖に襲われることになる。午後5時になるとデパート内に響いていた建物のしなるような音は次第に大きくなり、まるで地下鉄が走るようなごう音に。コンクリートの粉がパラパラと降り注ぎ、従業員たちはひびの入った天井を不安げに見上げていました。建物のあちこちにひびが入っていて危険な状態です。今すぐ警報を鳴らしてお客様を避難させるべきです。会議室では引き続き従業員が必死にそう訴えていましたが、何をバカなこと言ってるんだ、そんなことしたらパニックになるだろう。やはり最後までその訴えが聞き入れられることはなかったんです。午後5時40分、大きな揺れとともに響いたひしゃげるような音。買い物客たちは床に落下して粉々になったシャンデリアを前に青ざめていた。何？地震なの？そうしているうちにもデパートの壁や天井のひびはみるみる広がっていく。午後5時50分、ようやく店内に経営陣が固くなに鳴らそうとしなかった非常ベルの音が鳴り響く。しかしその判断は遅すぎると言わざるを得ない。すでに崩れ始めたデパートの中で従業員も買い物客も皆が取り乱していた。電気系統が損壊し照明が落ちた真っ暗な店内で誰一人として避難誘導をできる者はいない。とにかく外へ出るんだ、子供がいるの、先に行かせて。何も知らされていなかった買い物客や従業員を含む1500人が一気にデパートの玄関へ押し寄せる。そうやって人々がもみくちゃになる中、迎えた午後5時57分、上階から聞こえてきたのは5階レストラン街が崩壊する音。そしてこのデパートは10秒で跡形もなく倒壊してしまった。まだ中に大勢いたのにこんな短い時間で崩壊しちゃうもんなの。甚大っていう言葉では表現しきれないほどの被害を生んでしまったんです。営業開始後すぐに床に陥没や隆起が現れ始めていた5階レストラン街。そしてレストラン街が崩壊するとこの5階部分に押しつぶされる形で3分デパートはその建物全てが崩壊してしまいました。店内に取り残された多数の買い物客や従業員が巻き込まれ、最終的に死者502名、負傷者937名、行方不明者6名を出す結果に。こうして3分デパート崩壊事故は韓国史上最大とも呼べる大惨事となってしまったんです。事故の最大の原因は針を
を取り払っている分、耐久性に最新の注意を払う必要があったフラットスラブ構造。先ほども説明したように、あまり負荷をかけられないこの構造の建物をデパート用途に変更したり、5階部分を増築したことが大きな原因でした。そして実はこの他にも建物には事態をさらに悪化させる変更がいくつも施されていたんです。デザインにこだわった結果、埋め込まれていた鉄筋の位置は設計時から大きく変更、柱を補足したり内部の鉄筋を半分に削減したり、明らかに強度が落ちる変更も行われていました。また当時の韓国の建設ラッシュに伴い、床材には基準を満たしていない低質なコンクリートが使用されている部分も。これらの事情が重なり、床の強度は当初予定されていたものよりも 20% も低下していたんです。そして設計時は地下に設置される予定だった空調システムも地下空間の確保のために屋上に移動、その総重量は約87トン。欠陥だらけの建物には支えられるはずもありませんでした。崩壊するの目に見えてたじゃない。5年半も何も起きなかったのが不思議なくらいよ。逆にね、結局ね、利益を重視しすぎて後ろめたいことをしているものって、後でなんかしっぺ返しを食らうんだなっていう事故でしたよね、これは。業界ナンバーワンの高級デパートがこれだけの違法建築、手抜き工事に手を染めていたことは多くの国民にとって予想外のニュース。当初報道ではガス爆発が原因だと推測されていたほどでした。しかし人命を軽視した無謀な経営方針はすぐに暴かれ、サンプングループのイ会長には業務上過失致死罪で懲役7年6ヶ月の実刑判決が下されました。また今回の事故に際して韓国政府は国内の建物の緊急点検を実施、その結果さらに驚きの事態が発覚。なんと政府が調査した国内の建築物のうち 98% が何らかの欠陥を抱えていることが明らかになったんです。今回は実際に事故が起こってしまったためにサンプングループが取り沙汰されましたが、その他の多くの企業にとってもこの事故は決して他人事ではなかったんです。